はい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございますじゃん <laughs> ちょっと <laughs> 無駄に2秒ぐらい引っ張ってしまいましたけども出てくるものはいつも同じですね「嵐ミュージッククリップ集をまさしが見させていただきまバ刺しじゃない私が見させていただきながら、えー、勝手にいろんなコメントを誘導が今日でも四48トラック。 目になります今日はですねタイトルにも書かせていただきましたけれども「青空の下君の隣」というはいといとう楽曲をですね、えー、見させていただくんですけれども、えー、私のこの YouTube チャンネルだけじゃなくてですねツイッター、Twitter、の方も、えー、フォローして頂い,いて見て頂い,いている方もしいらっしゃいましたら本当にありがとうございますなんですけれどもちょっと前のねちょっとこれツイッター今ちょっと検索検索じゃないこれをちょっと待ってください。 はい、はい、何を確認したかというとね <laughs> 今「青空の下君の隣」って読んだんですけどこれ万が一青空の元とかだったらどうしようと思ってえ調べたんですけどそんなことないですね「青空の下」ですよね。そそそんなな元ってそもそも読まないと思いますけどはいといとうことでえ今回この曲を行こうとするんですけれどもあのさっき言った Twitter の方でね私がこの間子供のですね 歯科検診、歯医者さんですねについていった時にあ,のああいうところの待合室ってねいろいろこう音がかかってますけどそこのね歯科医員はですねなぜか全部オルゴールでそれで,で、まあ、いろんな曲がこう流れてて大体こうあこれはあの曲だなというふうに分かるんですけど4曲ぐらい聴いた後にあれこの曲なんだろうなっていうねちょっと私が A メロ B メロで分かんない。 曲が出てきたんですねこれなんだろうなと思って聴いてたらサビのところでオルゴールだから「テン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 」みたいな音が鳴り始めてあこれ聴いたことあるしかもこれ嵐っぽい感じすると思ってこのメロディー「テン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 あれなんだっけなと思ってもう子供が今ねその時に検診してる真っ最中で。 このメロディーなんか聞いたことあるぞってなって思わずツイッターに書いたんですけどであの音程を書いたんですけどね一応鍵盤のアプリがそうスマホに入ってるからこれでちっちゃい音で「てん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 」あこのメロディーだ」と思ってもう、まあ、分からないと思いますけどと思って皆さんにこうねツイッターで書いたらですねキーさんがね当ててくれました他にもコメントいただいた方いましたけどよくあれで分かったので歌詞が「なんとかなんとかなんかなんだかない」 なななななんんんとかかいいっっててが最後出てくるよようなねイメージだったんですよもちろんオルゴールだから何も歌詞はないんですけどそのメロディー聞いた時に「ない」ってなんか5人が歌ってるイメージみたいなことを書いたら「この曲じゃないですか」ってもうね聞いてみたら正解だったわけですけれどもそのミュージックビデオを今日見るのは初めてですので、えー、どんな感じになっているのかねそしてまず「何トラック目なんですかこれは青空の下君の隣」「青空ペダル先に目がいっちゃった」。 青空の下、君の隣君。あ、あった。51。51、トラック目。はい。ちょっと行きますよ。えー、ネク NEXT 押したい。NEXT 押したい。えー、ポン。はい。今はね、前回ウィッシュを見た時のページだから17から31でしょ。それまた32から47。この次だね、51ですから。NEXT 押したいよ、私。NEXT。あ、そうそうそう。今、音で分かったでしょ、みんな。キュイーンってまた。

他人の情報が視線返す。小野くん。なんで苦しいの？難しい。不安があって。希望を忘れ。曇り空。街 <laughs> でュュすごいね。ガチッと後ろっかにいて。マキタはペイユ。帰る家はどこに難しいメロディふそ見続ける永遠の影。誰もが交差する街。街ですごいよ。眉に。 しわってし手をつなぐその真ん中で君と飛べない届かない空はないをつかめない見れない夢もない大野くんこっち見て相葉くん My イラ v か my time 隣にいようそっとずっと消えない色のない日はないいらない必要のない人はいない 見つけた光をたどって君と君とつながって痛い,いんだ難しい歌だなこれああどこかで途切れ散らかって桜井くんこの空に浮かべて痛み隠すようにさあ二宮くんドアのとこに立って失望が視線を落とすてかてかん相葉くん言葉の向こう はるか遠い場所までようこそいいね。相葉君、すごい歌い回しがすごい安定してきてます。その感情で、大野君。君と見えない、ほどけない、キスはない。動かない、映らない事態もない。信じたけをまいれ。桜ん<君>、見つけたよ、まい、あ、たい。大野ん、笑いながら。 そっとすっとばれない伝わんない嘘はない二宮君迷わない間違いのない人はいない恐れることなんてないよ君と君とつながって桜井君痛いんだオロ君おーおーすごいすごいいい曲だこれ答えなんて見え耳見えないやおーお,ーおー 二の脈だからここに松潤<純>いるんだ君と飛べないとどお後ろかジャンスチャスチャゃんさあみんな乾杯してますキャンプファイヤーのところで,でっかい串食べてる松潤マイラまいらかけないまいらい隣にいよそっとずっと消えない色のない色のない日はないかいらない <laughs> またまた大野くんをこう。 ニノがなんかこう、邪魔してる感たとって「君と君とつながって」「痛いんだ」「タッタッッ痛いんだ」うわなるほど歌詞なしで最後「痛いんだ」だけ歌うね「タッタッタおおおおおお」さあ線路の向こうに5人が歩いていきましたね「おおおおおたか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 また5人がキャンプしてる。 バーベキューしてるとこカメラの方みんな向いたなんか最後あれですねこっそり覗いてたら5人でバレたみたいな <laughs> そう一瞬ハッてなってしまいましたけどいやーこれはね A メロ B メロサビともう言ったらこう作ってる側もねいけいけーっていう感じですよもうこれはだから な何ト,ラック51トラックですよねだからもう結構この次が「愛を叫べか」かでその前ももうねいっぱい売れた曲、えー、ありますけども「MakeQLove、うん」Make you love「果てない空」「モンスター」もうだからもう,もう全然もう売れまくってる時期ではありますけどこの曲改めてまたちょっと売りに行くぜみたいなね本当に。 あの,何の時に言いましたっけね君の歌の時に言ったかなとにかく A メロも B メロもサビもですねおいしい要素ボコ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 入れてきてちょっとねボコボコって言ってもどこなのよって話になると思いますのでちょっとだけ戻しますよ歌い始めあ頭からいきたいのかもうね最初はちょっとちょこちょこ止めながらいこうかな再生でしょってか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 て今駅のとこに5人がまたいてズッって。 ててててもうこの前奏だってもうちょっとドキドキするじゃないですかダッてもうどんな曲が始まるんだろうで「おーおーおーおおお」もうなんかすごい今から歌いきますよっていう空気が「あおー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 お」って来てるじゃないもうでこのあと A メロ入りますよね「ジャジャジャ」ぐるが「グルガス」「グルグルさまよってまざって」なんていうメロディー。 これあの歌詞がねあるからその歌詞の方に目いっちゃいますけどメロディーだけで聞いてもダララ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 ってもう A メロでこんな動くんですよダララ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 ラこれでサビのメロディーって言ってもいいぐらいのダララ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 ラってもうサビでも全然おかしくないぐらいの印象的なフレーズが一番最初からもう出てくるでこの後 暗闇にほどけてでちょっと掛け合いが街を描く「名前も見えない他人の情報が視線返す」これでエ A メルでしょ。なんでほらでビーメロで「苦しいのに不安があって」とまた全然「タラララ」と違う「タラッタタ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 」<laughs> みたいな <laughs> もう全然なんちゅうんだろうね 違うテイストでなおかつ B メロでちょっとこうリズムが細かくなってきてさあもう絶対サビこれ盛り上がるだろうなっていうこう「行くぞ行くぞ」感がすごいですよ心で「希望をも忘れ」でもう一回「想像しい僕らはベイブ」まあ、どう上がって「帰る家はどこに」「潜み」っでここでサビ行ってもいいのに「タカタンタタタカタンタ」でこうあおって。 てくれてこのあとサビ行けるのに「永遠の影ちょっとゆったり「誰もが交差する街並み」この「街並み」なんていうのはこうタラララとこう勢いよく行きたい時に「街並み」ってわざと裏側の音を作って「まだまだ行きませんよ」っていうのをこう、まあ、もったいぶってる感じっていうのかなあくまで私の勝手な解釈ですよ。 無限のの点をつなぐその真ん中で君ともうさあいよいよ皆さん行きましょう一回盛り上げていきますよってしたけどいやまだ行きませんで一回裏っ側で溜めといて「君と」でまたこう盛り上げてきて「輝かない空はないつかめい見れない夢もない」 サブルは前マイライフの前で相葉君すごい下唇を噛んでるね。いねよそっとずっと消えない色のない道はないいらない必要のない人はいない見つけた光を辿って君と君と繋がって行たいんだわでサビ行ったらタダタダタラタダタダタダって いざサビ来ましたたよっってなったらですねあんだけ手前から「行くぞ行くぞ」とやってくれていてサビ入ったらですよ基本的にはサビってバーって高い音に盛り上がっていくところなのにダラ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 ダダ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 ダってなんとどんどん下ってくるメロディーでしたみたいなええー、ってなりますよね私だけですかこれ <laughs> いやでも本当にねうわっだからもう A メロを聞いてわすごい綺麗なメロディー入ってきたな。で B メロでわ全然リズム変わったよとちょっとこう軽く裏切られてるわけですねいい意味で。ほんでこの B メロこの勢い来たらだだ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 だってもうサビ来るぞと思ったところでサビ行かない B メロ二段階目みたいなのがあって行かないんかいってなった時にようやく君とサビきたと思ったらだだ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 下がるんかいみたいなことですよ。伝わってますか皆さんこれ。 だからずっとねいい意味で裏切られ続けていくというか逆に言うとすごいあこんな感じになるんだっていう,こうワクワク感新鮮味みたいなね新鮮味かみたいのがこの曲の中に詰まってるから私は今聴いた時にすごいいい曲そしてイケイケな感じだなというのはそういうことなんですよ。うんだからまあ言ったらその歌う方も難しいと思うんですよいろんなこう要素が一曲の中に詰まってますから。だけれども まあサランとねそういうことあんまりこう強く感じさせないようにやっぱ5人が、えー、まとまってっていうのかなあんまり凹凸とかそのリズムの変化を大げさに感じさせないようにうまいことそこに乗っかってね歌ってる感じはしますけどだからこの大体まあいろんな曲でサビのところをパンとね思い出す。 この曲ってどんな曲だっけってなったらサビのところタラダララララ,ラ」「こんな曲だ」っていうふうに、えー、この曲に限らずみんなね思い出す時でサビの頭出てくること多いと思うんですけどこれもしかしたら B メロの「タガダダララララ,ラ」とか A メロのねこの入りのこう綺麗なメロディーとかどこをとってもすごい印象的なのでまい、あ、たな曲と言っていいんじゃないですかね。はい、ということで非常に一粒で5度おいしいぐらいのねおいしいとこいっぱいある。 何ししかこうねまた売りに行くぞっていうねまあ聞こえ方がよくないかもしれないですけどもっといいいい楽曲とかこう皆さんにいい思い心地よさを届けようみたいなそういうやっぱり嵐5人もちろんメインでそうスタッフさんたちのねチームの「行くぞ!」っていう感じがすごい伝わってくる楽曲のこうねいい意味の詰め込み具合だったんじゃないかなというふうに 感じさせていただきましたということでこ今回もね思うままに、えー、お話をしてきましたけれども本当にそうかどうかは全くわかりません私の個人的な解釈ということで皆さんね温かく見守っていただけたら嬉しいなと思いますということで今回は青空 <laughs> はいテイクス。今回は青空の下君の隣という、えー、楽曲のミュージックビデオを見させていただきながら 解説をさせていたた。だきました非常にテンポが悪い感じで今回はこんな感じで皆さんありがとうございました。